つもご視聴ありがとうございます。いいねやコメント励みになっています。今回のお店は岩手県滝沢市佐野屋に行ってきました。行列ができるお店です。お邪魔します。11時10分くらいの来店でしたが、すでに店内はほぼ満席状態でした。メニューです。調味料類、ネギ南蛮味噌、コクダレ醤油ラーメン700円、洋州チャーハン小350円。いただきます。チャーシュー、海苔、卵、メンマ、ほうれん草、ネギ。麺は細、やや縮れ麺、茹で加減はやや柔らかめ。これも私にとって懐かしい味です。ここのカウンター席から厨房がちらっと見えたのですが、昔食堂をやっていた実家のお店と同じ製麺所の麺でした。スープはやや色が濃いめ、コクダレ醤油とのことですが、たまり醤油を使っているとのこと。そのせいかな、飲んだことのないスープの味です。スープは魚も鶏も豚も野菜もまんべんなくいい感じで混ざっています。たまり醤油の効果か、ちょっと甘めな風味です。そしてこれ普通サイズですが、麺の量が多いです。2玉くらい入ってそうです。チャーハン、オムライスのようなビジュアルです。美味しそう。食堂のスタンダードな味のチャーハン、ラーメンスープに塩コショウがプリッと効いている、ネギ、卵、チャーシュー、タルトが入っています。塩分控えめでラーメンといい感じで食べられる感じです。すごくいい。想像以上にラーメンの量が多くてびっくりです。チャーハン小サイズなので大丈夫と思っていましたが、この量なら今日も夕飯なしで大丈夫そうです。ここ佐野屋は地元で人気店とのこと。いつも人がいっぱいだそうです。お昼時は行列ができる人気店だそうです。ネットの情報です。普通量のラーメンの量が大盛りサイズだし、味玉やほうれん草がトッピングされている。チャーハンは卵たっぷりだし、人気が出ると思います。ラーメンも色は濃いですが、
味は優しい味。家族連れが多く小さい子も多いのも頷けます。お座敷にテーブル席3つあって、そういうのも家族連れには嬉しいですね。卵高騰で大変な世の中、こんなに贅沢に卵のチャーハンが食べられて幸せ。スプーンが止まりません。めちゃくちゃ美味しいです。ラーメンも量が多いので食べても食べても減っていきません。幸せラーメン。やはり盛岡でラーメンあまりまだ食べていませんが、青森とは全然違う気がします。青森は煮干しベースのお店が多く、だしの味がしっかりはっきり分かるお店が多いのですが、盛岡はだしの味がまんべんなく混ざっている感じ。何かの味が突出してるわけではありません。それぞれの地域で特徴があって面白いですね。いろんな県のいろんな味を楽しんでみたいです。ちょっと時間があるとき、秋田周りで盛岡に行きたいと思っています。通勤に慣れてきたらやっていきたいと思います。秋田は比内鶏が有名なので、鶏ベースの味がするのかな。来月福島旅行の計画も立てているので、福島のラーメンも楽しみたいな。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。